いや、お前さん、ホットモットフィールドを右に見ながら、はい、2台前にはラオウの車が走っています。で振ってくれましたさっきね、はいはい、さっき声かけたら、うん、お前さんじゃないですか、そうそうそう、杉本さんじゃないですかって言ってきました。ね、いやもうでもね、あのデッドボール、はい、今日出たんですね、杉本選手ね、はい、あのうわって声出した割には大した当たりじゃなかったですどうしましたね、全然大丈夫だそうです。よかったですね、よかった、本当によかった。まあでも勝負してくれへんよ、デッドボールに申告敬遠2回か。そうですよ。なあ、その杉本選手が打席に立つたんびに、うん、マリーンズの吉井ピッチコーチが出てきて、あのマウンドまで行ってね、割と長い時間会議して、あのマウンドで、そうなんです、一言呼吸をこかっていう感じじゃなかったですもんね。なかったね。なんか作戦を伝えるとか、もうどうするっていう割と本間の会議みたいな感じ。いや、まあそんな感じでどうするのか、うん、でまあ結局は今日その後のモヤとの勝負が、うん、まああの7回まではね、マリーンズ的なコースの、ね、そうなんですよ、はい、まあモヤもあの4回チャンスでね、うん、全部凡退で9回まではね、で9回5回目に、はい、ようやくチャンスで1本人が出ても、本当に本人もホッとしてるんじゃないかなと思って、ね、僕もホッとしました、正直よかった、ほんまよかったと思って、そう、ね、何なんだってね、自分にもし置き換えたらちょっとメンタルが持たないです、明日とか正直。そうでしょう、はい、家帰るまでの道のり、中澤さんじゃないけど大丈夫かなっていうぐらいの、ほんまやね、はい、なってくるんで、そういう不安な気持ちになってしまいますもんね。 それが最後の大事な場面で1本つなげたのは大きかったですね。まあでも、まあ、首位攻防の第1ラウンド取れたの大きいですね、はい、明日から首位攻防の棒に入るわけですね、まあ、今日はこうでしたけど、そうそう、連敗止めることもできました、うん、よかったです。やっぱりその、まあ、勝ち星はつかなかったですけれども、やっぱり宮城投手の登板日やねんなって思いました。今日のピッチングはどうなるかなと思ったよね、あの序盤のね、初回とその後の2回も続いてでしたもんね、立ち直る感じじゃなかったですもんね、2回を見た感じは。なんとかランナー出しながらもしのいだというね、うん、まあ、5回3失点でまとめた、まあ、ゲームは作ってるわけですから。いや本当に本当に、はい、だって最近ね、5回3失点のピッチャーいなかったですもんね、正直選手は。5回投げるピッチャーが由伸君以外いなかったね、そう、サチヤさんも4回3分の2で、ね、そういうことなんですよ、ね、はい、本当良かったです。明日なんとか勝ってほしいな、まあ、なんとかね、頑張ってほしいなと思いますが、まあ、お天気ちょっとね、はい、どうかなと思いますけどもね、あのもうね、お天気ね、これちょっとね、あの、まあ、オリックスの今日の話を交えながら、うん、お天気の話も交えながらお話ししたいんですけれども、はい、な、僕割とこの神戸のね、あのゲームは楽しみなんですよ、毎年ね、はい、でまあその心配なのはお天気じゃないですか。そうね、だから週間予報はもちろんですけれども、最近そのアプリによっては15日予報とか、あ、その2週間予報とか結構先まで見えるんですよ、はいはいはい、でもね、あの1個じゃあの信用できないんで、天気予報さんは、僕はもうアプリとかサイト3つぐらいをこう見比べながら行くんですよ。先週からね、あの日本気象協会さんの天気予報はもうずっと雨やったんですよ、はい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 、特にあの水曜とか木曜とかね、うんうんうん、でもね、もう名前出してあれですけど、やん天気はやん天気は2週、はいはい、15日予報で、はい、あれね、15日予報で最初の1週間は普通に週間予報みたいに出すんですけど、さすがにその8日目か9日目以降は、はい、あのなかなか難しいから、うん、その信頼度っていうのを出すんですよ、はい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 、でもね、この信頼度 A っていうのを固くなり出して晴れやったんですよ、そのやん定期者だけは、はいはい、後の気象工協会とか、うん、他のサイトは今週末ちょっと、あ、この火水もちょっと危ないよっていう天気はやったのに、はいはいはい、そのやっん天気だけは信頼度 A で晴れてるっていう風に出し続けて変えなかったんですよ。なるほど。だから僕はね、うん、ここを信じると思って、信頼度 A が、信頼度 A、はい、もう日本気象協会さんはトップかもしれへんけれども、うんうん、ウェザーニューさんも信頼あるかもしれへんけど、うん、僕は信頼度 A を自信満々に出してるこのヤフー定期さんを信じると思ってね、はい、毎日見てたんですよね、うん、ほんならその信頼度 A かたくなに変えなかったんですけど、うん、昨日になって、はい、雨に変わりました。なるほどね、どう思います、はい、何の信頼度 A やってる、うん、だからもうそこはやんなんとか天気は信頼せんかったね、はい、そうです、僕はもう、うん、あのね、もう悪いけどね、あのまあもっと言うならね、はい、
明日の天気も当てられへんのに週間予報当たるはずないね。いや、そうなんです、はい、でね、あのそれがね、うん、僕信頼度ね ABC の3段階なんですけど、うん、信頼度 C やったらね、はい、何も思わんかったんですよ、まあ、難しいよねと思って、はいはいはい、その日だこの3日間は A やったんですよ、うん、で来週以降、あ、その金曜以降は C やったんですよ、うん、ってことは A と C を使い分けてるっていうことは自信を持ってんねんなと僕は思ったんですよはい、はい、C にしとけよと僕は思いました正直、ね、まあ、もう僕はもう基本天気予報は、うん、あの直前のやつしか信用できないですね。ほんまですね、はい、あのというかあの僕昔ね、はい、局でこう天気を読んだりとか、はいはいはい、続いてお天気の人は日本気象協会のなんとかさんって呼んでたんですよ。よく見るやつテレビあるやろ、はいはい、あるやろ、はいはい、やってあったやん、はいはい、でその時に、うん、まあ、僕も結構攻めて、うん、昨日雨って言ってありましたよねとかって結構言うんですよ。大前さん局アナ時代ですよね。局アナ時代よ、局アナ時代とか大前さんは20代の若い時です、ね、若い時やからもう怖いもの知らずやからさ攻めていくんですよね結構逆に怖いものすぎるといけますね、はい、はいはいはい、まあまあちょっとワイド番組系やったらその辺絡めるからね、うんうんうん、あの報道番組の中でのお天気のお知らせやったら、はい、そんなことはしませんけど、あ、昨日筒井さん晴れ言ってましたよ。筒井さんって筒井幸男さんっていらっしゃるんですね、はい、日本中央協会筒井幸男さん、うん、筒井さん年齢近かったんでね、はい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 、でそんな話をして、いやもうね、あのお天気は変わりやすいものなんで、あのいろんな気象のいろんな情報をね、うん、気圧配置であるとか、うん、上空の気温であるとか、うん、そういったものから一つ の予測をするわけですが、過去の、データ、はい、ということに基づいてこういう気象の情報状況になったら、明日はどんな天気になるかという、あ、まあ、そういう経験則じゃないけどデータに基づいて予測することもたくさんあるんで、うんうん、そのデータが外れることもありますと。なるほど。だから直前の天気予報を一番信頼してください。そうしたらもう今ここで明日のこと言う意味がないですよねとか、おー、忘れましたね、したことがあります。まあ、ただ我々は、はい、例えばあのイベントごとであったりとか、いろんなことがある、ね、あの行事の予定がある、旅行したい、うん、そういう人たちはやっぱり天気予報っていうのを頼りにしていますんで、うん、その辺 の正確角度がね、精度を上げていただければ嬉しいですけども、まあ、あの直前を聞いてくださいと、見てくださいということですね。まあ、残念ながらそういうことですということをおっしゃってました。まあ、それはもう30年ほど前の話なんでね、うん、あのそれからまた衛星の数もあの精度も高まってはいるんです、はい、逆に、うん、逆によ、はい、そういうのを俺邪魔してるんじゃないかなと。あー、データが増えすぎて、いや、もうそうそう、でその人たちは外れても、うん、何のリスクもないやん、うんうん、例えばこれが漁協のおっちゃんとか、うん、船に乗っていく人にとっては、うん、その天気によってこれ命に関わる問題やんか。いや、本当に本当に、ね、そうなんですよ。そうや、この夕方になってこの海鳥が西から東に渡っていった、これ明日は晴れやなとかね、うん、そうですね、雨やなとか、この風向きが今日はなんか、うん、あの天気荒れてきたけども、うん、この風向きでこのなんと潮の流れを見てみると明日はひょっとしたら雨降るぞというような、そんな経験則ってあるやんか、うん、その人たち、その人たちは例えば魚の取れ方とか、うん、あるいは後悔する人は自分の命が関わってる、そう、そういう人たちのなんかデータを集めてという経験から来るね。あ、でもそれ、ね、データの方が正しいんちゃう。だからそういうその漁港の方たちとかね、そういう方たちが引退された後に、うん、そのアドバイザー的な感じで、うん、いかはったらね、一つのデータできますもんね。気象衛星の画像ではこんな感じで雲はこう来るってはデータ的にはなってますが、はい、これは違いますよっていうね、そんな人がおったらかっこよくない、うん、かっこいい、はい、いや、かっこいいし、その何だろう、セカンドキャリアのね、その一個にもなるしなんかみんなが得するから、それいいと思いますけどね。気象予報士の免許を取るにはそんな試験がそんなんじゃないからね。まあ、ね、めちゃくちゃ難しいですもんね。難しいな、気象予報士さんって。そうそう、だからそんなんで、まあ、天気予報って難しいんだけども、難しい。それによって例えば、イベントごとが成功したり失敗したりするってこともあるのよ。そりゃそうです。明日雨やって行くのやめとこうっていうふうに思ったのが、次の日晴れたらなんやんってなるやん。いや、チケット取れたやんっていう世界ですよ。そういうことです。さっき野球なんか、そういうことです。
だから、まあ、皆さんが一番信頼できるその天気予報であるというところを見つけるというのも大事です。見つけましょう、ね。うん、はい、そういうこと、天気予報が外れて怒ってるカンペさんということで、確かにこれでも本当ね、あの僕らも生活の仕事のあれで関わってくるもんね。関わってくるんですよ本当に。明日また死んだと C って書いといてと思って、そうそう、自信がないやん、ないやったらしれっと変えるなと、そう A って言うからこっちは信頼したのにと。だからあの週間予報とかさ、はい、ね、うん、ちょっと先のあれで、うん、曇りで 50% って書いてるときはあれ自信ない時やから、ね、あ、まあそうですね、はい、どっちにも触れますもんね、そういうことなんです。何やねんそれって話。なるほど。そもそもそんなん僕あんまり信用してない。なるほど、はい、これからはちょっと自分の経験則を、そう、そういうのを見つけた方がいいよ、しますわ、うん、それがいいと思って、あの僕らがあの低気圧が近づいてくると頭痛くなる、あ、頭痛持ちの方そうおっしゃいますよね。だからこれ明日雨降るんやなとかね、お天気はこう下り坂に入ったやなというのはなんとなく分かります。結構ね、あの頭痛持ちの方、山根奈良瀬さんは確かその頭痛持ちで、小川さんとよくして話し合ってましたよね。そうなんですよ、奈良さんも言ってたもんな、言ってありました、いつも言ってました。てな感じで36バイパスが間もなく終わろうというところに来ました、はい、新神戸の出口です。10分を超えましたちょうど、はい、そんな感じで、はい、カンペさんの今日は天気予報に関する不信感というものをお伝えしました。野球の話だったんですけどね、野球の話だったんだな、はい。